寝雪となった雪除雪と、寝雪寝雪とは、冬の間積雪状態が続くことを指す用語である。気象庁では、長期積雪と呼ぶ。一般的には、主に降雪量の多い雪国や降水量が少ない寒冷地で、雪が降り積もった後に、雪解けの季節まで雪が地面を覆う状態が続くことを、その始まりや終わりを指して、寝雪が春、寝雪が溶けるなどと呼び、 冬の訪れや春の訪れの時期を司るために使われている。気象庁の用語においては、一旦積雪が消失しても、積雪期間がある条件を満たせば、再び積雪した際も、長期積雪が継続しているとみなされる。気象庁の用語では、長期積雪といい、観測点における積雪が30日以上継続した状態のことを言う。ただし、積雪が10日、 以上継続した場合、5日間以内の無積雪期間があっても、次の10日以上にわたって積雪が継続した場合は、積雪が継続しているものとみなす。さらに再び5日間以内の無積雪期間があっても、次の10日以上にわたって積雪が継続すれば、同様に積雪が継続しているものとみなす。以降も同様である。継続した積雪が始まった日を、寝雪初日という。 寝雪の定義が上日の通りであるので、寝雪初日はその日に発表されるのではなく、積雪期間が継続した時点で遡って発表される。気象庁では、寝雪が一般的な主に北日本の有人観測点で各気象台で寝雪の初日や終日に関する統計が取られている。アメダス観測点の積雪に関して取り立てて寝雪と言及されることはない。なお、 夏になっても優雪せずに次の冬まで残る雪は万年雪と呼ばれて区別される。以下は気象庁の定義において、寝雪が観測されるまたはされない都市部の分布や特性について述べる。寒冷な山間部については言及していない。統計的に、著しい断層や小雪の都市を除いて、大部分の都市で寝雪が見られる地域。 つまりほとんど毎年のように寝雪が観測される地域は、主に北海道全域と本州の富山県長野県北部以東の日本海側や、下北半島、岩手県内陸などの太平洋側の豪雪地帯に指定された地域である。これらはに分類できる。これらの地域の平地では、寝雪が観測されることは少ない。しかし、日本海側の温暖地や太平洋側においても、 比較的高気温で湿った雪が大量に降り積もり、記録的大雪になった場合や、平年より気温が低い状態が続いた場合は、積雪が維持されやすくなるため上の限りではなく、2. 寝雪が観測される場合がある。このような年には、寝雪のための積雪が維持されやすい環境として、平年比で記録的に多い降雪量を観測することが多い。顕著な例として、 三十八号雪となった九百六十三年一月から二月には、例年降雪量が二十センチメートルに満たない、福岡県飯塚市で定義上の値雪となっており、この冬の降雪量は百八十五センチメートルと、観測史上最大であった。秋の半ばから晩秋頃に初めて降った雪を初雪と言う。初雪やその後しばらくの間に降った雪は、外気温の高さのため、ほぼ、 すべて溶けてしまう。しかし、陶器になり、日常的に寒冷な状態が継続するようになると、融雪は進まなくなり、すべての積雪が溶けきらないうちにさらに雪が上から降り積もり続ける。このため、新たに積もった上部の雪は、気温上昇や、人、自動車等の通過により一部融雪するが、地面に近い下部の雪は溶けずに常に残った状態となる。これが寝雪である。 北海道では、寝雪は、本格的な雪の季節の訪れを示す、気象現象となっており、札幌市における寝雪初日の平年は12月4日、旭川市で11月22日など。しかし近年では徐々に、寝雪初日が遅くなる傾向が見られ、旭川市では1939年の2004年の間に、約5日寝雪初日が遅くなっている。 これによりスキー場の営業期間が遅れるなど、レジャー産業への影響も懸念されている。ありがとうございます。